こんにちは。こんにちは。ピカイチ朝井くんチャンネルのセリです。小太郎です。では本日は H200 と HAA、はい、お客様から違いだったり、どの点が違い、変わりますかというようなお話をお問い合わせをいただくことが大変多いので、今回はそんな動画をご紹介していきたいと思います。はい、はい、僕の方にあるのは HAA という、はい、機種になります。はい、2016年に、販売開始されたモデルで、はい、かなり日本では人気があってですね、はい、サイズもコンパクトなんですよね。日本のキッチンにやっぱり合ってるっていうところとですね、持ちやすいっていうところがあります。こっちは H200 になりまして、今一番新しい、操縦さんになります。はい、末置きに近いぐらい大きいそうです、ね、タイプになります。特徴はまずチョッパーっていう切る場所があるんですよね。こう食材をカットしているするようなところがこの上の部分になりまして、はい、大きな特徴としてはですね、 H200 は、このストレーナーって絞る部分がフィルタータイプになります。こちらですね、はい、はい、フィルタータイプ、はい、でそれに対して HAA は、このステンレスのタイプ、はい、違いますね。まるっきり違います。フィルタータイプはここの隙間からジュースが絞られて出てくるんですよね。でステンレスのタイプというのはこう小さい穴がこう開いてます、このステンレスの部分で、そこへこう押されてですね絞られるというようなモデルになります。あとは人参の切り方にも今回特徴があります。 HA の方はもう本当に小さいですね、これぐらいのサイズにした方が、負担がない機械にね、そういうようなところがあるかな。はい、もっと大きくてもいいかもしれないですよね。そうですね、1本丸ごと入れてもいいかな、うん、そうですね、はい、こういうのもあります、はい、というところですかね。はい、あとはもう実際に絞ってみないと。そうですね、音だったり、あとジュースの出来具合などもそうです、ね、はい、気になるので早速絞ってみたいと思います。はい、絞ります。はい、じゃあ、絞ってみます。はい、1200はいつも通り入れるだけ。音は、これね、一回ちょっと入れてみて、うん、多分 HA の方が静かだと思います。はい、落とし込みますね。ちょっと一回止めていただいて、ここでバリバリというような、モーターもこっちの方が多分大きいんですよね。そうですね、音、ね、は若干の HA の方が静かという、うん、はい、はい、あと一つ。はい。最後ですね。終わりました。あとは全部絞り切ります。はい、はい、ありました。はい、はい、どちらも終わりました。そうですね、じゃあこれからどれぐらい絞るか、はい、そうですね、はい、測っていきたいと思います。はい、はい、そうしましたらまず HAA のマットブラックの方からどれぐらい絞れたか、測ってみたいと思います。こちらの1リットルになります。はい、では H200 で絞ったジュースを測ってみたいと思います。では絞り終わりました。はい、結果的にはどうでしょう、 HA の方が、うん、そうですね、はい、その絞った量は HA の方が、はい、1340cc、 そうですね、1210cc、なんですね。はい、前人参10キロを、はい、どれぐらい絞れるかって、はい、別々でやったんですよね。でその時は H200 の方が、はい、若干量が多かったんですけど、はい、今回ね結構その特徴的に出たのが、そのこれ一番初めに溜めた容器なんですけど、カス、ね、がですね、H200 の方がやっぱり残ってるんですよね。そうですね、このぐらいの結構、うん、なんで10キロを絞った時の動画で量が多かったのはカスがやっぱり混じってたのかもしれないですね。はい、うん、
そこら辺の差も出たんじゃないかなというふうに思います。どうですかね、 HAA のマットブラックの方はその3キロ絞ってる時に何回かやっぱ止まっちゃったんですよね、はい、で逆回転、はい、このリバース回転、ね、リバース回転してあのもう一回正回転をして動かすっていうシチュエーションが何回かありました。エンジン100の方はほとんど止めることはなくて、スムーズにどんどん入れることができたので、ストレスなく絞ることができました、うんうん、そうですね、はい、あと音が随分違ってきましたね、やっぱりちょっと静かかなと思ったんですけど、うん、そうですね、はい、うん、です、はい、じゃあ実際にそうですね、はい、今度は感想もご案内していきたいと思います、うん、そうですね、はい、うん、甘い、甘い、美味しいです、うん、サラッとしてます、そうですね、好き、うん、うん、飲みやすいですね、美味しいです、失礼します。じゃあ、駅にやって、はい、いただきます、いただきます、うん、秋も甘いです同じだ、甘いです、同じですね、うん、多分沈殿したんじゃない、カスの方がここに結構来ると思うので、飲み口は上の方はどっちも甘くて美味しい、両方ともサラッとしました、おそらく沈殿、そうですね、こ, こ, ここのところに溜まっちゃって、はい、なんじゃないかなと思います、はい、はい、どちらも美味しいです、どちらも美味しいジュースが飲めました、はい、はい、ではあの今回 HAA と H200 の比較ということでご案内させていただいたんですけれども、はい、やっぱりあのそういうことも気になるということは皆さんあるかと思いますので、何かご不明な点だったりご質問がございましたら、こちらの LINE だったり、当店のコールセンターまでお問い合わせのお電話をいただければ、ご案内させていただきたいと思っております。何でも結構です。はい、何でも結構です。はい、いつでもお待ちしております。はい。はい、それでは本日もピカイチアサイクンチャンネルのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。